藤田進む、藤田進む、藤田進む、1973年5月16日帯は、日本の実業家。株式会社サイバーエージェント代表取締役社長。ホーブス氏によると2019年3月時点の、総資産は1170億円で、日本長者番付42位。福井県鯖江市に生まれ、高校卒業までを、鯖江で過ごす。 福井県立武雄高等学校を卒業した後、上京、青山学院大学経営学部へ進学する。卒業後、人材派遣会社インテリジェンス、現、パーソルキャリアでの勤務を経て、1998年に、企業、株式会社サイバーエージェントを設立し、同社の代表取締役に就任。2000年、26歳当時、 同社の東証マザーズ上場を当時史上最年少で果たした。2006年には東京ベルギー1969を運営する日本テレビフットボールクラブの副社長に就任。2007年世界経済フォーラム主催のヤンググローバルリーダーに選出される。同団体には楽天の三木谷博 o グーグル共同創立者のセルゲイブリン、ラリーページ、オンライン百科事典、 ウィキペディアの創始者であるジミー・ウェールズ、テスラ・モーターズ CEO のイーロン・マスクなどが選出されている。2010年、ザ・ジャパン・タイムズが発表する次世代を担う100人の CEO をアジア2010に選出される。2013年、秋元康氏、伝統者の健を通る a ッ e x の松浦正虎と女性向け雑誌、ドレスを発売するために株式会社ギフトを 設立、3億4200万円の赤字を出して2015年に売却した。2014年、日経ビジネス、社長が選ぶベスト社長に選出される。2015年、アメリカ・フォーブス市発表の、ジャパンズ50リッチストピープルにおいて、43位にランクインする。2016年4月、会社の評判、経営手腕が優れている社長ランキング。 i t ウェブ業界編で第2位にランクインする。第1位はソフトバンクグループの孫正義であった。もともと金銭への執着はあまりない方で、自社株公開後にそれなりの個人資産を得てから、ますます金銭欲が薄れたという。父親は大手企業、金棒勤務のサラリーマンであった。その父のようになるのが嫌であったのだという。 若年の頃にはミュージシャンを真剣に目指した時期もあった。ものの、高校3年頃、自身の音楽的才能に疑問を抱くに至り断念。実業の道を志し始めたのもちょうど同時期のことであったという。当時、口から出かせで、将来レコード会社を作って、みんなをデビューさてやると仲間に対して不意調していた。それが企業を意識したきっかけであったのかもしれない、と語っている。 2000年代にヒルズ族として語られていたものの、実際には2009年の再婚後に入居するまで、六本木ヒルズとは全く無関係であった。交友関係は広く、ライブドア元代表取締役社長 CEO の堀江隆文をはじめ、ピーチジョン社長の野口美香、株式会社朝尾の代表取締役社長である麻生岩を、現当社代表取締役社長の健助を通る、 テレビ朝日の早川洋、島田信介、飯島愛、学徒、市川海老蔵など、各界にわたる。ピーチジョンの野口とは、古くからの付き合いで2006年に6000人を集めた企業セミナーを共催し、主席で意気統合したテレ朝の早川とは、2016年3月1日に、アベマ TV を発足させている。ヒップホップを好み、ライムスターのファンである。 かねてより競馬に入れ込んでおり、2008年には、有馬記念で294.9倍の大穴馬券を的中させた。関係馬は、大和スカーレットとアドマイアモナークで、獲得額は1474万5000円であった。小学生時代に、友達の親から麻雀を教わって、以降、大学時代に至るまで麻雀に親しんでいた。大学入学後すぐに、桜井正一率いる。 スズメ機会に通い、厚木のフリージャンソーで働くまで一年半にわたって、通い続けいた。月に2から300半層を打ち込み、一時はプロを目指した、ほどの腕前で、ビジネスで大事なことの非常に多くのことをマージャンを通じて学んだとも話している。衝撃士の鈴木大輔とは当時、スズメ機会でよく宅を囲んでいた仲間だが、当時は鈴木が衝撃士だとは知らなかった。 2014年12月には、麻雀最強戦に優勝し、最強くらいとなった。2016年、RTD Inc. のプロデュースのもと、アベマ t v において、藤田進インビテシャネル RTD リーグを開催。主催者として、予選ブラックディビジョンホワイトディビジョン両リーグに唯一、出場。麻雀プロ団体の垣根を超えて招集した14名の、 トッププロとの年間138試合という長期リーグにおいて第1回の準優勝を飾った。優勝した大井高春は、藤田さんは局面を俯瞰で捉えることができる数少ないプレイヤー。自分の視点、相手の視点、客観的な視点という麻雀で大事な視点を3つ、すべて持ってると話している。麻雀最強戦での優勝を機に、麻雀の勉強をし直し、 2016年は趣味の釣りとゴルフを一切やらなくなり、自身の別荘ではプロジャン氏と共に合宿を行うなど、その実力はあの頃最強戦に比べたら圧倒的に強い。自力がついたと実感している。一方でアベマ TV の麻雀チャンネルに頻繁に出演しているため、一部の人間からこの社長全然仕事してないなと思われているという。 2017年2回目となる RTD リーグにおいて去年に引き続き予選両リーグに出場するも共に6位で予選敗退。2018年は自身の仕事のスケジュールの問題とコンディションの調整の兼ね合いもって出場を断念した。2018年7月競技マージャンのプロリーグ M リーグを運営する一般社団法人に M リーグ機構を設立し、 初代代表理事、チェアマンに就任。またサイバーエージェントを母体に、同リーグに参戦する、渋谷アビマスの監督も務めることになった。釣りが趣味で、小型船舶操縦士免許を所有。東京ヤクルトスワローズのファン。2010年12月に、日韓スポーツが、サイバーエージェントがヤクルトを、買収と報じた際には、初耳ですかっこアと驚いた様子を、 ツイッターで明らかにした。神の雫を読んだことがきっかけでワインにはまっている。2004年1月に女優の大きな恵みと結婚するが、翌2005年の7月に離婚。2009年に自身の元秘書の女性と再婚している。2012年6月から一般社団法人神経財連盟理事。2016年現在、 一般社団法人神経財連盟副代表理事。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。